こんばんは。デコです。ラルフです。皆さん元気ですか？今日はね、リンちゃんの手術終わりましたね。リンちゃんって息子の飼っているあの猫の名前が、あの本当はリンドウなんですけど、リンドウで拾ったからリンちゃんリンちゃんって皆さん言ってくださっています。保護犬のブリ。ブリはお魚のブリをつけて、女の子なんだけど、もうブリブリって呼んでますけどなんかね、タイピーの視聴者さんがブリリンって言ってくださった方がいて、それからなんか皆さんブリリンブリリンってすっごい可愛いなんかニックネームっていうかね、2匹合わせてブリリンって言ってくれてるので、すごい気に入ってますね、可愛いじゃないブリリンっていう言い方がね。このラルフはね、あのラルフローレンのラルフ、本当は女の子だったらローレンちゃんにしようかなって思ったけど、なんかブリになっちゃったかっこいいんだよねラルフね、優しいしねラルフはね。タイピーから電話があって、どうだったって聞いたら、無事終わったよっていうことだったんですけどね。ブリがね嬉しいのか、リンちゃんを甘噛みしてるから、あーしないでって電話の方で言ってました。可愛いのかな、噛み噛みするって。で、噛み噛みしながらブリがふんふんふん言ってるって、リンちゃんがふんふん言ってんじゃないのって言ったら、ブリだよって言ってました。心配だったのかな。あとでもリンちゃんがブリのこの顔のほっぺのあたりをやっぱりあのお母さんのおっぱい吸うみたいにチュッチュチュッチュするって、いい仲間というかね、信頼し合ってすごいいい関係なんだなって思いました。でね、今日はね、あの視聴者さんから、タイピーさんのお母さんおいくつぐらいなんだろうっていう質問があります。私おいくつに見えますかね。あのね、すっぴんで出てるんですよ、ここね、ノーファンデで口紅塗ってるの。前もちょっとお話ししましたよね。だからいくつに見えるのかなと、目とかはやってるけどね。中森明菜と同じ年齢なんです。ちょっと明菜ちゃんっぽくないな、ちょっと待って練習するから。デコさん、デコさんと私はね同い年なんですよ、アキナよりバカみたいふざけたことが大好きですモノマネとか大好きだけど、アキナちゃんのモノマネは初めてだな私の年齢はそんな感じ。そして住所や電話番号、あのね、昨日お話しした一昨日とね、トスさん、どうやって住所や電話番号が分かったんだろうって、私もびっくりしたんですよ、どうやって分かったんだろうって言ったら、あのインスタでね、あのソロバン教室やってるので、ソロバン教室の名前を出したので、それでね、あの Google でやると、あのまあ一応体験とかやるのでね、住所とか電話番号載ってるんですよ、それで分かったみたい。全然あの大丈夫です分かっていただいても、自分から宣伝してるのであのそういうのはね全然問題ないと思います、はい、プレゼントね送りたいなって言ってくださって本当ありがとうございます。きっとね、あのブリやね、リンちゃんのことをすごく思ってくださって、考えてくださって、そういう気持ちなってくださってるね、本当ありがたいです、ありがとうございます。そ
そんなあのここにいただいても申し訳ないんで本当にあの大丈夫ですよ。ありがとうございます。お気持ちだけで嬉しい、うん、タイピーさん、タイピーっていくつなんですかって。タイピーはね、私20代半ば過ぎで産んでますから計算してみてください。それと兄弟何人ってありますけど、タイピーはね一人っ子なんです。一人息子だから一人だけなんですよ。兄弟いるとね賑やかでねいいんですけどね、うん、そうなんです。だからやっぱりそれで動物とかねあの大好きなのかもしれませんね。なんか動物いると兄弟みたいじゃないですか。タイピーも、まあ、一人で遊ぶのもすごく上手っていうかね、一人っ子ってそうですよね。だから一人で楽しんだりするのも上手だけど、賑やかなのも大好きです。あのソロバン教室やってましたから、いつもあの家ではね子供たちが多くて、そんな風にずっと育ってきましたから、タイピーもソロバン得意ですよ。タイピーのお母さんかわいいかわいいかわいいって、本当ありがとう、嬉しいいつもねこのあとね本当ならね歌っちゃうんですけど、うんと、また今日もねちょっとお話だけにしようかな、うん、じゃあ今日もありがとうございました。今日は本当にりんちゃんがね無事に帰ってきてくれて本当に良かったです。嬉しい、私も。皆さんがねたくさんのコメントくれて本当嬉しい、ありがとうございます。またあの、まあ、ほのぼのしてるタイピー日記ですけど、またよろしくお願いします。私も補足的にお話できたらいいかな。はいね、ラルちゃん、ラルちゃんも見たいって言ってくれる人がねいっぱいいるんだよね。ラルちゃん、ラルちゃん嬉しいね。みんながラルちゃんのこと見てるよ、うん、はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。またね。なんかさ毎日嫌なこともあるかもしれないけど、今日寝て忘れちゃおうよね。明日も頑張るの。じゃあね、バイバーイ。